今回このビデオでは首の痛み、朝起きたら首が回らない寝違いについてお話したいと思います。寝違いはなぜ起こるのかというお話になりますが、寝違いの原因というのは筋膜炎といって筋肉を覆っている膜の損傷です。イメージとしては軽い肉離れになりますが、筋肉の膜が切れているわけですから痛めてしまってですね、朝起きて首が回らない、そういった方、ほとんどの8割の方は1週間で完治しています。残りの2割の方はさらにその倍の2週間、それ以上かかると、もっとひどい肉離れになりますが、ほとんどの方はまず1週間で治るということを、覚えておいてください。こういった知識がないとですね、寝違いで首が回らない、このまま一生治らなかったらどうしようということで右往左往してしまってですね、整形外科に行ったり鍼灸に行ったり整骨院に行ったり整体に行ったりといろんなところを、通院してしまいますが、やはり、基本的な知識として、筋膜炎、日々痛めてからですね、ちょっとずつ良くなるようでしたら筋膜炎を疑って、1週間で完治したら、あ、これは寝違いだったのだなということで皆さんも分かると思います。今回このビデオでは朝起きたら首が回らないのを寝違いと言いますが、その原因についてお話しいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。